デラベッピン、これが痛かった。買うしかないでしょう。え、ちょっと待って、この CD と思い出を2400円で買いました。中指ファッです。はい、どうも、柴犬ゲームズの柴犬です。今回はここ数ヶ月で爆買いしたスーパーファミコンソフトをまとめてご紹介いたします。超名作ソフトからレアソフトまでジャンルは様々です。全部で16本もありますので、サクサクっとご紹介していきます。ではまず1本目のソフトはこちら、南国少年パプアくんです。こちらの購入金額は税込み960円と激安でした。少年ガンガンで連載されていたパプアくんが懐かしいですね。慎太郎が主人公の横スクロールアクションで、敵のデザインも作者の柴田亜美さんが担当されていることもあって、原作の雰囲気や世界観の再現度が高く、当時漫画やアニメを見ていたものとしては感激の内容でした。アクションゲームとしても面白かったんですが、難易度は低めなので慣れてる方には物足りないかもしれません。柴田亜美先生のドキバグっていう漫画がすごい好きで、いろんなゲームクリエイターさんとの絡みがめちゃくちゃ面白くておすすめです。すぐに鼻血出ます。で、中身はソフトと説明書と注意書きの紙が入ってました。説明書は結構使用感はあるんですけれども、箱の状態は目立ったダメージや色あせもなく、いい買い物ができました。では1本目は南国少年パプアくんでした。いや、もうこれはね、懐かしさで買いましたね。では次、2本目は放課後院別品女学院です。こちらの購入金額は税込み1580円でした。ゲーム内容は女の子を鍛えて舞台への入隊を目指すというシミュレーションゲームですね。ただ内容どうこうよりもジャケットの素晴らしさで購入しました。誰が何と言おうとジャケ買いです。ただ残念だったのが、ここに大きなへこみがあるのと、箱の裏面全体がへこみ気味で状態はそんなに良くなかったです。ただ中身はですね、ビニールもしっかり入ってて説明書も綺麗で良かったんですけどね。まあこればっかりは通販の駿河屋さんなので仕方ないですね。では2本目は放課後院別品女学院でした。デラ別品、これが痛かった。では次、3本目はこちら、はい、友人ジャンジュ学園です。こちらの購入金額は税込み1786円でした。久しぶりに麻雀ゲームをしたくて購入したんですが、たまたまね、なんか偶然にもジャケットが可愛い女の子が乗ってますね。偶然って恐ろしいですね。ゲーム内容はジャンジューにされた美少女と麻雀して勝って元の姿に戻すのが目的です。うん、ちょっとツッコミ要素しかないですね。何よりもこの化け物とジャンタクを囲んでる絵面がシュールすぎて全然入り込めませんでした。あとパッケージが全面ピンク色なんですが、ここが色あせてるのか、もともとこういうデザインなのかがわからないです。それ以外は状態良かったです。中身もちゃんとビニールも入ってて、説明書やハガキ、注意書きの紙も入ってて完品でした。一応プチ情報なんですが、説明書の4ページに読めば 7.2 倍面白いらしいので、お持ちの方はぜひ読んでみてください。自分は読みませんが。では3本目は友人ジャンジュ学園でした。では次、4本目のソフトはこちら、はい、ウェディングピーチです。こちらの購入金額は税込み1500円でした。ええ、これもジャケ買いです。愛天使伝説ウェディングピーチっていう少女漫画が元になっているみたいですが、蓋を開けてみたらただのミニゲーム集でした。あとは声優陣が3人とも有名な方なので、声が聞けるのは嬉しいですね。ただ残念ながら状態はすこぶる悪くてですね、全体的に箱が色あせてるのと、あと本来ここに貼られているはずのジャスラックと版権許諾証のシールが剥がれてここに貼られてます。あとはここに中古のシールが貼られてました。まあこれはすぐに剥がせるんでいいですけどもね。で、中身は説明書とソフトが入ってました。まあ他にハガキ等は入ってなかったですね。まあでも状態は気にせず購入したので、安けりゃ OK です。では次、5本目のソフトはこちら、はい、プリンセスミネルバです。こちらの購入金額は税込み2222円でした。ジャケ買い4連チャンです。激アツです。このゲームはなんと登場キャラが美少女ばかりの RPG なので、買うしかないでしょう。どうやら敵も全員女の子モンスターらしいです。いいっすね。いいですね。いや、いいじゃないですか。ただこれもね、箱の状態が悪くて、ここにちょっと防犯シールが貼られてるのと、あと全体的に箱が潰れやへこみがありました。それでもですね、中身がすごい綺麗で、ビニールにソフトが入ってて、ハガキと注意書きの紙とチラシと、あと説明書もね、すごい綺麗な状態で単品で綺麗でした。まあ、これだけ中身が綺麗ならありでしょう。では5本目はプリンセスミネルバでした。これ
これ守れてるんですかね。では次、6本目のソフトはこちら、超兄貴爆裂乱闘編です。こちらの購入金額は税込み2400円でした。美少女4連ちゃんからのガチムチ通常落ちですでも露出は一番高いですからね。あのシューティングで有名な超兄貴が空中浮遊対戦格闘ゲームになりました。私にはちょっと詳しく説明できませんので、ゲーム画面を見て感じ取ってください。まあぶっちゃけて言いますと、ゲーム目的で買ったんではなくてですね、中に特典でついてるこの CD 目的で購入しました。この CD を当時友達と2人で初めて聞いたんですが、あまりの内容のひどさに2人で大爆笑したのを今でも覚えてて、久しぶりに聞きたくなりました。なのでこの CD と思い出を2400円で買いました。これ名言ちゃいますこの CD と思い出を2400円で買いました。一応おまけでソフトと説明書とはがきと注意書きの紙も入ってました。説明書にはクイズが用意されてて、読んでるだけでも面白くて、この辺はさすが超兄貴といった感じです。では6本目は超兄貴爆裂乱闘編でした。もう兄貴。では次7本目は、はい、バトルタイクーンです。こちらの購入金額は税込み1690円でした。このゲームも格闘ゲームなんですが、それプラス RPG 要素も加わった珍しいゲームシステムで、戦って経験値を得てキャラのレベルを上げて成長させていくモードがあります。グラフィックも結構良くて面白そうだったんで購入しました。フルプライスだったらきついかもしれませんが、箱付きでも1000円台なのでお値段以上には楽しめました。これも通販の駿河屋で購入したんですが、めちゃくちゃ備品でした。たまにこういう備品も届くんですから、ちょっと侮れないですね。中身もこんな感じで、説明書とソフトとハガキと注意書き全部入って完品でした。いや、やっぱ備品は届くと嬉しいですね。では7本目はバトルタイクーンでした。まあ出来はうんって感じです。じゃあ次8本目のソフトはこちら、はい、ボルテックスです。こちらの購入金額は税込み1170円でした。スーパーファミコンには珍しい 3D シューティングで、スターフォックスに似ていたので買ってみました。まあスーファミで 3D はロマンがありますが、さすがに限界を感じれないですね。ただ 3D の歴史に触れれたのはちょっと感激しました。まあ買った理由はもうゲーム内容というよりかは状態がかなり良くてですね、ほぼほぼ新品並みに綺麗で、で中身もですねこんな感じですごい綺麗で完品でした。まあそんなに高いソフトじゃないので、 3D の歴史を感じてみたい方にはいいのかもしれないですねなかなかいないでしょうけども。では8本目はボルテックスでした。これはねちょっと知らないソフトでした。では次9本目のソフトがこちら、はい、マーベラスもう一つの宝島です。こちらの購入金額は税込み1222円でした。スーパーファミコンの名作ソフトで、プレイしてみたかったタイトルです。ゼルダの伝説の開発スタッフが制作に関わっていることもあって、ゲームの雰囲気やクオリティや面白さもしっかり継承されていました。さらに謎解きメインでアドベンチャー寄りなので、ゼルダとはまた違った面白さがあって、これは確かに名作と呼ばれるだけの内容でした。初めて1時間ぐらいですが、もうマーベラスの世界観に引き込まれました。このソフトはバーチャルコンソールでも遊べるみたいなんで、気になった方はそちらで遊んでみるのもいいかもしれないです。で一応このソフトは新品らしいんですが、箱の状態は新品かって言われるとそこまで綺麗ではないんですけれども、まあ使用感もなくかなり綺麗です。で中身がですね、まあ未開封品ではないんでしょうけども、うん、こんな感じでかなり綺麗でした。説明書もねほとんど使用感なく読まれた形跡もないので、新品じゃないにしろかなり綺麗でした。あと説明シートも入ってますねこれ。へえ。いやこのソフトね、多分2000円ぐらいするソフトなんですけれども、比較的安くで買えたんで良かったです。え、ちょっと待ってスタッフの名前に僕の元先輩の名前が写っててびっくりしましたわあびっくりした。お疲れ様です。そういえば任天堂で仕事してたって聞いたな。では9本目はマーベラス、もう一つの宝島でした。ゲームの面白さもマーベラスです。では次10本目のソフトはこちら、はい、サイバリオンです。こちらの購入金額は税込み1580円でした。このゲームシューティングゲームなんですが、時期が金色のドラゴンと珍しくて面白そうでしたので購入してみました。これ買ってから知ったんですが、このゲーム音楽に杉山浩一さんが携わっていたみたいです。ただ実際に曲を作られたわけじゃなくて、あくまでも監修のようです。まさか東芝から発売されたゲームに杉山浩一さんの名前が載っているとは思わなかったですが、名前を見れただけでもこれは嬉しいです。
しかもね、箱の状態もかなり良くてですね、鶴屋さんにしては頑張ってるなっていう感じです何目線で、中身がですね、説明書とソフトとハガキと注意書きの紙入ってて完品でした。なんか最近鶴屋さん調子いいんですよね。正直ゲーム内容は面白いかと言われるとうーんって感じですけども、まあでも珍しいソフトなんでまあいいかなっていう感じです。では次、11本目のソフトはこちら、はい、モンスタニアです。こちらの購入金額は税込み3980円でした。ジャンルは RPG なんですが、数時間でクリアできてしまうほどのボリュームが少ないみたいです。ただ時間がない今となってはこれぐらいのボリュームの方が遊びやすいですし、ストーリーやゲームの雰囲気がザ・ファンタジーっていう感じでかなり良かったです。あと音楽も結構いいので隠れた名作とも言われてるみたいです。あとこのパッケージもね、可愛らしくてゲームの雰囲気が伝わっていいですよね。これも駿河屋さんで購入したんですが、ここにシール貼ってたんですが、剥がしたらシール跡がついてましたのと、あと角が思いっきり潰れてました。それ以外はまあまあ綺麗だったんでいいかなとは思うんですけどもね。この白い紙箱って結構黄ばみやすいんでね、うん、まあこの状態ならまあまあって感じですかね。あと中身もこんな感じで完品でした。うん、中身もすごい綺麗だったんで全体的には綺麗な方かなと思います。では11本目はモンスタニアでした。これはちょっとクリアまでやったんですけれども、確かに面白かったです。では次、12本目のソフトはこちら、はい、超魔法大陸ウォーズです。こちらの購入金額は税込み2737円でした。小学館の雑誌ゲームオンとコラボしたゲームで、ジャンルは RPG です。キャラデザがいいなと思ったら、学級王山崎の作者がデザインされてるそうです。これはめちゃくちゃ意外でした。ネットでの評判では良くも悪くも凡作みたいですが、昔ながらのオーソドックスな RPG をやりたいって人にはぴったりの作品だそうです。表面にここ値札が貼られてるんで、これはちょっと剥がしときたいですね。ん？値札じゃないのかこれ。玉数2500個って書いてるからパチンコの景品かうわ懐かしい。当時お父さんがパチンコの景品でもらってきたって友達が言ってたな。そうかそうか、そういえばこんなのもありましたね。ちょっと剥がしますね。うわーうわー、うん、こっちの方は綺麗に取れました。こっちはね、また後でじっくり剥がしておきます。時間かかりそうなんで。こちらも中身はこんな感じで完品でした。中は超綺麗ですね。では12本目は超魔法大陸ウォーズでした。これは剥がしたい。では次、13本目のソフトはこちら、はい、アクタリオンです。こちらの購入金額は税込み4700円でした。このパッケージ当時見たことあるなぁと思って買ってプレイしてみましたが、全然身に覚えなかったので気のせいでしたあるあるですね。ゲーム内容はオーソドックスな RPG で、スーファミ初期のような少し懐かしいグラフィックでした。このソフトの一番のお気に入りは中指ファックです今やったら即回収レベルですよね。うん、いやいい時代です。これ尖りまくってて最高です。結構これ高かったんですが、状態は良くてですね、おそらくここも色褪せしてないかと思います。もともとこういう淡い色っぽいですね。あと白いパッケージですけれども、目立った黄ばみもなく綺麗でした。中身は説明書と注意書きとソフトが入ってました。これもね、なかなか綺麗でしたけども、説明書はまあまあシワシワですね。では13本目はアクタリオンでした。面白いかどうかは分かんないですね。では次、14本目なんですけれども、ここから少しレア度が上がります。次のソフトはこちら、はい、バズー魔法世界です。こちらの購入金額は送料税込み7560円でした。あの問題作の星を見る人で有名なホットビーから発売の RPG です。そしてこのゲームを発売した次の日に会社が倒産したといういわくつきのソフトでもあります。怖っ。ストーリーやキャラデザは RPG 史上最高峰とも言われる一方で、ゲームバランスがあまりにもクソすぎる、とにかく話題性もホットビーなソフトです。とにかく戦闘バランスがひどく、戦闘時間もかかる上にエンカウント率も高いという三重苦で、もう聞いただけでげんなりしますが、逆にどれほどのものか気になって購入してみました。でもね、パッケージはねかなりいいですし、クソゲーでもねプレイしてみないとわからないですからね。でこちら結構高かったんですけれども、かなりね状態は良くてですね、こんな感じでもう傷やへこみはもう一切なく、かなり綺麗です。あと中身もこんな感じでビニールも入ってて完品でした。
ちょっと説明書はシワがあって使用感はありますけれども、まあまあかなり綺麗な方かと思います。まあ良くも悪くも楽しみな一本です。では14本目はバズー魔法世界でした。ストーリーがいいならプレイ動画見た方が早いかもしれないですね。では次15本目はこちら、はい、メルファンドストーリーズです。こちらの購入金額は送料税込み7395円でした。アスキーから発売のベルトスクロールアクションゲームで、隠れた名作とも言われているソフトです。それぞれ能力や武器の異なる4人から1人を選び、選んだキャラクターとコース分岐によってストーリーが変化していくという RPG にも似た要素もあって、やりごたえ抜群です。さらに操作性も良く、アクションも豊富で、難易度もハードはかなり難しいので、慣れてる人でも十分楽しめるかと思います。こちらはだいたい相場が1万円ぐらいなので比較的安く買えたんですが、ここ箱の上部がべっこりと潰れていて、あとここに値札が貼られていました。まあこれは簡単に取れるんでいいですけどもね。でもここ以外はかなり状態が良くて結構綺麗な方かなと思います。で中身はかなり状態も良くて、ハガキと注意書きとかも全部入ってて完品でした。これはね、いいお買い物でした。では15本目はメルファンドストーリーズでした。これはね、ちょっとプレイしましたが面白かったです。では次でいよいよラストですが、最後は激レアソフトです。それがこちら。はい。鋼です。こちらの購入金額は税込み 15,900 円でした。はい、プレイしたくなって買っちゃいました。これはかなり高かったですが、買って後悔はないぐらい面白かったです。内容はオーソドックスなアクションゲームですが、アクションの爽快感が最高で、グラフィックや世界観も抜群にいいですし、名作と言われるのも納得の面白さでした。難易度はかなり高いんですが、投げ出したくなるほどの理不尽さはなく、悔しくてもう一度チャレンジしたくなるちょうどいい難易度でした。まあレトロフリークある方でしたら、セーブ&ロードを駆使したらクリアまでいけると思います。これはね、機会があればぜひプレイしてみてください。ただネックなのが値段ですよね。これ買ったのが 15,900 円ですが、箱節付きならこの値段でもかなり安い方です。結構ねこれ状態も良くてですね、目立ったダメージや色あせは全然ないんですけれども、まあ、ちょっと一部ここにね凹みがあるかなっていうぐらいですけれども、これだけで他はねすごい状態良かったです。備品だったら多分2万余裕で超えてくると思いますのでね。ただこちら訳ありで、このように説明書が欠品しております。それでもソフトの状態かなり良くて、ビニールもついてますし、あと高いソフトとなってくるとこちらのハガキとチラシはねかなり貴重になってくるので、それもちゃんとついてました。でも今回これでは終わりじゃなくてですね、はい、こちら説明書のみを3000円で購入しました。まあまあ折れがあって使用感はあるんですけれども、まあもう正直手に入ればもう OK です。これ説明書がないとね操作がちょっとわからなかったんで、これはちょっと欲しかったです。またデザインもかっこいいですねこれ。ではこちらを、はい、箱に収めて完品になりました。もうこれで当分スーパーミソフトは自重します。ではラスト16本目は鋼でした。まあまあこれはね面白い。それでは今回購入したソフトはこちらの16本でした。いやー、ここ数ヶ月でスーファミソフトにドハマりしちゃいました。当分はもうスーファミソフト買わずに遊ぶ方に専念しようと思います。コレクションし始めた頃はスーファミソフトを集めてたんですが、高いソフトがあまりにも多いのと箱が大きくて場所を取るので断念していましたが、久しぶりに自分の中でブームが再燃しちゃいました。世代としてはスーファミ世代なので、こういう知らないソフトを発見するとワクワクしますね。あとスーファミはドットやグラフィックが成熟されてて今でも綺麗ですし、楽しめる作品が多いですよね。では今回の動画はこれで以上となります。もしよろしければチャンネル登録や評価ボタン、コメントもいただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。杉山浩一さんのご冥福をお祈りいたします。素晴らしい音楽を残してくださり本当にありがとうございました。杉山浩一さんの音楽は本当に私の青春の1ページでした。